ラジオを聴きの皆さん、こんにちは。こんにちは。2月12日金曜日、シャロームの時間です。この番組は那覇市首里赤平町モノレール義母駅近くにありますシャローム聖霊教会の提供でお届けする実況生番組でございます。本日も牧師の国吉陽子先生と私信徒の国吉正彦で、約1時間ぐらい行います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆様こんにちは。今日は沖縄の旧正月ですね。そうですね。昨日は年の夜と言ってますけど、まあ今日は、まあ那覇はあまり旧正はねしないんですけど、糸満の方はまだ旧正月やる家庭が多いようですね。それで、沖縄料理などがね、まあよく市場の方も活気があるようでございますよね。糸満の方ではね。そうですね。はい、沖縄料理が、まあ、振る舞われていますけど、こういう中ですので、家族だけでね、静かな旧正月を迎えるようにとのことで、やってます。沖縄もコロナの、ね、感染者、減ってますよね。そうですね、もう、はい、昨日は26名ですか。はい、今日は16名ですね。はい、まあ、このように、全国的に、就職に向かっているということはとてもいいことですけど、はい、やはりこのワクチンがね、まあいろいろなことが起こっているようですけど、やっと日本にも届くように段取りがされているようですね。そうですね。そして、医療関係者をはじめとして、
お年寄りの方、そして一般の方ということで、これいつまで行われるか分かりませんが、早めにそれが実施されて、全員がコロナにかかることなく、これ就職に行っていくのが本当に望ましいことですよね。そうですね、はい、まあ、みんな元気でね、元の生活に戻るようにという希望で、また今年はオリンピックもありますのでね、ぜひみんなで協力して、この日本からコロナウイルスを完全になくして、もらうように、今はとても我慢の時ですね。みんな忍耐を持って我慢しております。はい、それから季節的にね、桜は旧正に、いや 新正月のところ咲いてたような感じしたんだけど、はい、例年は、はい、今年は遅かったんだけど、今が満開で、あちこち、今日の新聞にもありますけど、あちこちの桜が満開したということで、はい、写真にも載っていますけど、はい、我々周囲においてはもう、いや、葉桜、先週ぐらいが一番見頃でしたけど、はい、今葉桜になっており、はい、この、ところにも、ね、持ってきましたけど、この、ね、桜の花は生き生きとして綺麗ですよね。FM 那覇でね、今桜の花が飾られたところなんですけど、私たちの近くでも桜の花が満開して、葉桜のところもありますけどね、まだまだ、桜の花がいっぱい咲いてますね。まあ、沖縄の桜はちょっと本土に比べて、色が濃い桜ですね。色が濃いんですね。はい、元桜というんですけど、本当に綺麗な、まあ、はい、こういった中にあっても花が心を和ませてくれていますよね。はい、そうですね。和ましてますね。はい、それでは今日はどんなお話を先生なさいますか。そうですね、神の祝福について、神様の祝福というのはね、どういうものであるかということなんですけど、聖書にははっきりと書かれてますね。神の祝福を受けなさいと。それはモーセが、まあ、エジプトの民であった時に、神様が選び出して、この皆さんも映画をご覧になったと思うんですけど、モーセ、エジプトを出てから、このエジプトの王や、ね、兵隊たちに追っかけられて、行くところもなくなった時に、神が海を真っ二つに割ってね、その海のど真ん中、渡って来られたわけなんですけど、そういう不思議な力を持って、神の力を持って救い出した民がイスラエルの民なんですね。このイスラエルの民は、まあ、イスラエルの民を選んで、この民が神様の言うことを聞いて従った時に、神の祝福が満ち溢れ、また自分たちで考え出した、本当に神様が命じもしなかったものをね、やった時に神様から怒りが下ったり、いろんな苦しいことが起こったりしたんですけど、このイスラエルの民を通して、私たちは聖書にあることを学んでいるんです。神の祝福というのはどういうことであるかということをね、学んでいるわけなんですけど、はい、それじゃあ聖書を拝読してみましょうね。はい、申命記の28章の1節、はい、2節をお読みいたします。はい、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じた主のすべての命令を盛り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなた方の神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたを祝福される。はい、その
あなたの神、主の御声に聞き従うのでとあるんですね。まあ、主の御声に聞き従うということはどういうことかと言われると、神ご自身がモーセにですね、与えた十戒というのがあるんですよ。十戒、前に以前にね、十戒の映画もあったんですけど、この十の戒めというのは神ご自身がイスラエルの民、つまり私たち全員に与えた神の戒めですね。これが十あります。その戒めというのをちょっと読んでみましょう。はい、十回、はい、1、はい、あなたは私のほかに何者をも神としてはならない。2、はい、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。3、あなたはあなたの神、主の皆を乱れに唱えてはならない。4、安息日を覚えてこれを聖とせよ。5、あなたの父と母を敬え。6、あなたは殺してはならない。7、あなたは姦淫してはならない。8、あなたは盗んではならない。9、あなたは偽証してはならない。10、あなたは隣人のものを一切欲してはならない。はい、この十の戒めですね。この十の戒めをちゃんと守ったならば、あなたを祝福すると、その祝福は町にあっても野にあっても祝福されると。そして4番目にですね、あなたの身から生まれるものも地の産物も家畜の産むもの、群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊も祝福されると。このように祝福がどん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  あるんですね。すべてのもの、地の産物、家畜の産むものもすべて、祝福すると言われてるんですね。そして5番目に、あなたのカゴもコネバチも祝福される。つまり、家庭にあって、台所のコネバチもすべて、祝福して困ることがないようにするということですね。あなたは入るときも祝福され、出ていくときにも祝福されると、うん、そのように祝福がどんどん広がってくるんですね。それは神様が命じた十の戒めを守っているときは祝福するとおっしゃるんです。これは簡単なようですけどね、多くの人が、目に見えない神様ですので、自分たちの考えでことを進めていくときに神の怒りが来たりするんですね。神様のこの十の戒めを守っているならば、神の祝福は豊かに豊かに注がれると言うんです。それはあなたは私のほかに何者も神としてはならないと。もう人間ですからね、いろんな人間の知恵でもって、神、他の神を拝んだりするんですね。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならないという教えなんですね。あなたはあなたの神、主の名を乱れに唱えてはならないと言ってるんです。ですけど、神様は私たち人間をアダムとエヴァを作った時に、作り主を崇める霊もそのアダムに、人間に与えてるんですね。だから人間は、何か困ったことがある時は何かを拝もうとする。ですからその拝む信仰というんですかね、その心を人間に神は作ったんです。その霊を注いでいるんですね。作り主を覚えなさいと、作り主を崇めなさいという霊を、アダムに、人間に
与えているんです。ですから人間は何かやったときは、拝もうとするんですね。そうですね、はい、本当にもあの神を崇めてない人であっても誰でも何かを願うときは、はい、神様お願いしますって言って、神様は神様とどなたも、はい、神様がいると思っていると思うんですよね、はいはい、それが本当の神様とはどういうものかと、それが知らないのが、まあ多くの方々がそうだと思いますが、こういうことでイエス・キリストを信じなさいと、我々はいつも教会にいらしてくださいというのはそこなんですよね、はい、はい、そうですね、なぜなら天地万物を作られた神なんですね。この全てのもの、太陽も月も星も全部作られた誠の神の教えなんですね。ですからその神ご自身が、私の他に何者をも神としてはならないという教えなんですけど、人間はこの崇めるものを植え付けられているから何かを崇めようとするんですね。ですから沖縄ではまあ割と祖先崇拝、仏壇を作ってね、自分のお父さんお母さん先祖をね供養するために仏壇を作って、その仏壇を神として崇める風習があるんですけど、それが刻んだ像を作ってはならないということなんですね。本当にこの神の教え以外ですね、刻んだ像は神ではない、ただ人間が作ったもの、あるいはお金を出して、買ってきて備えたものである。だからそれが神になるわけがないわけなんですね。ですからこの十の戒めは簡単なようですけど、本当に、自分たちの親から引き継いだやり方でやろうとするんですね。でも神様は本当に、祝福の神、だからあなたの祝福は主の御声に聞き従う時に祝福が注がれるということなんですね。本当に、このことが不思議だと思うんですけど、聖書を読んでいたらはっきりしますね。このイスラエルの民が神様のおっしゃる言葉だけを守ってやるときには、本当に祝福がどんどん注がれ、そして敵をも向かってくる敵をも退かせるわけなんですね。ここに、7節に、申命記の28章、この28章は、祝福のところ、1節から14節ぐらいまでは祝福のことについて教えてるんですけど、その後のことはまた15節からは呪いということを教えている大事なこの申命記の28章ですね。ですからその聖書の言う御言葉、神の御言葉に従って私たちが行動しているならば、主の祝福が、すごい祝福が注がれるんですね。それは、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるもの、家畜の産むもの、産物、地の産物、豊かに与えるというんです。子供や孫たちまでも祝福すると、仙台までも祝福すると言ってるんですね。ですけどその言葉に従わないときは3代4代まで、本当に呪われるという言葉が来るわけなんですけどね。私たちは祝福受けたいですね。祝福されて、そのところ神によっていろんな祝福を受けて、そして生きている間
多くの祝福を受けたいと思ってますね。はい、はい、賛美の時間ですね。賛美しますね。高橋さん、
私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。098-887-2621、シャローム聖霊教会。キリストの温かい愛を持ってあなたを心より歓迎します。シャローム聖霊教会では毎週日曜日午前10時より子ども礼拝、10時30分より大人の礼拝をしております。水曜日は祈り会、勉強会と称して、ビデオを見たりいろいろディスカッションして、聖書のお話をしております。どなたでもどうか、初めての方は特に大歓迎でございます。家庭的な ちっちゃい教会でありますが、家庭的な教会で、みんなに喜ばれております。いらしてください。はい、お待ちしております。そうですね、皆様がいらっしゃって本当に幸せな日々になるようにと私たちは願っております。詩編の19編にですね、1節に、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせると、本当にこの天は神様の御手で、作られていますし、本当に、素晴らしい、天を仰ぐときに、本当に偉大なる、ね、神様がおられるなということが分かるわけですね。詩編というのは私の聖書では旧約聖書の922ページですね。今日の御言葉の、新明記の28章なんですけど、28章は、先ほど言いましたように神様の祝福がいっぱい書かれたところです。15節からは、呪いが来るんですけど、神の祝福というのは新明記の28章、私の聖書では旧約聖書の351ページです。351ページの新明記ですね。これは本当に神の祝福というのはどんなものかなというところをよく書かれていますので、どうぞ神様のすべての命令、御声によく聞き従い、今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うならという条件があるんです。あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられようと言われています。皆様も聞いてご存知のように、この FM ナーの、社長もクリスチャンなんですね。彼は沖縄に、来られて、自殺しに来たと言ってましたけどね。それから教会につながって、本当に今社長になっていますけど、彼が、主を信じたので、地のすべての国々の上にあなたを高く上げられようという御言葉がはまるんじゃないかなと私も思っておりますね。このように本当に不思議な主の力でもって、思いもよらない祝福がどん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 注がれていくんですね。その神をこの神の栄光、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせると言われてますし、この主の御教えは完全で魂を生き返らせと、主の証は確かでわきまえのないものを賢くすると言ってるんです。詩編の19編ですね。旧約聖書の90
922ページなんですけど、このように主の御言葉は完全で魂も生き返らせとあるんです。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くすると。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくするという聖書の御言葉がありますが、本当にその通りに素晴らしい、完全な御教えなんですね。魂も生き返らせて、本当に苦しい沈んでいる時にも聖書を開くと生きていく力が与えられるということですので、今の時期ね、本当に苦しみ忍耐の多い中で、苦しみにもだえている方がありますならば、どうぞ素直になってね、聖書を求めてください。聖書は、神の御教えは完全で魂を生き返らせるんです。そして主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせる。主の仰せは清くて、人の目を明るくすると。そういうことが本当に聖書の中にあるんですけど、私たちもいろんな体験をして、その通りだなと思いますね。本当に神様の御言葉に従った時は、主の祝福が本当にもう考えられないほどの、自分では努力しなくても神の祝福がどん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 注がれてくるということも言われています。本当に生かされている時に祝福をいっぱい受け取りたいと思っています。この聖書にですね、神の祝福についてなんですけど、イザヤ書にもこのようなことが書かれています。イザヤ書の48章ですが、17節に、私はあなたの神主である、私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く、あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうにと。そして、あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに、その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもないであろうにと。本当に不思議なことですね。本当の神と出会うならば、神がですね、私たちの行いも、またこれから起こることも全て益に変えてくださるんですね。ですから私たちは試練の中にあっても強く立つことができるし、神が私たちを養ってくださると言ってます。そして、私も今白髪になってますけどね、あなたが白髪になっても私があなたを養うとありますので、毎日本当に平安の中で生活させてもらってますね。今日は夫婦で出ているんですけど、本当に夫にもこの年になっても仕事がね、与えられてますし、知恵も与えられてますので、本当に主の祝福がね、どんどん注がれてますね。はい、今牧師は白髪も生えたとか言っておりますけど、我々二人してもう80歳になっておりますが、まあその若さということでね、若さが必要であるということで、その若さについてちょっとお話したいと思います。若さ、それは誰もが大切、必要と思っているもの、また保っていきたいと思っているものなのでしょう。何がその秘訣でしょう。詩編の103編に、これは
ダビデが書いたものでございますけど、はい、まあ、ダビデも羊飼いの少年から、王様になったというふうなことですが、その、103編を一応読んでみます、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされると、このようにして、はい、まあ、ダビデが書いたものが、あなたの若さはわしのように新しくなると、そうか、はい、あなたの若さはわしのように新しくなるということで最後に言い続けておりますが、はい、これは第一に過去を引きずらない、誰もが過去のしがらみ、自分はこんなものだと、変に大人っぽくなり若さを弱めてしまいがちです。だから過去に経験した良いこと、主なる神からよくしてたったことを忘れないで心に留めていくことが大切だということです。そうすることが、心を安心し、自信が湧き、例えば過去のどんなとが過ち、主なる神が許してくださったこと、心の傷や病が癒されたこと、命の危険から救い出されたこと、そういうことをしっかり覚えていくとき、今苦しい状況にあっても病気を得たとしても希望を持てるからです。どんな希望でしょうか。今どうであれ不確な将来があって、神の恵みと憐れみが一緒にまるで頭に乗せた冠のように輝くというのです。そしてこれらの人生、一生良いもので満たされる、そんな希望と信仰が心に生き生きとさせ、若者には生きる使命を与え、年のいったものには新しい若さを与えるというのです。新約聖書ではイエス・キリストが人の咎のあがない、新しい生き方、新しい希望、若さを与えるように言っています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られます。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなります。これはコリント人への手紙の、2章の5節からありますが、聖書に出会い、イエス・キリストによって創造主である神を信じること、それは過去の生き方を、主なる神を知らずに自分だけ頼りに生きている古い生き方を終えること、そしてキリストによる新しい生き方をだというのです。キリストの心に信じ、創造主なる、誠の神の恵みを心を受けていく、そこに神に生かされている喜びと責任があります。それによって生き生きと若さを新しくされるのです。ラジオを聴きの皆さんもこういったことを日頃から心がけて、教会で聖書に従った歩みをしようではありませんか。キリストにある神にくださる恵み、新しい若さを信じて受け取ってみませんか。今までにない新鮮な心の若さを感じると思います。はい、そうですね、健康も祝福も豊かに、与えられる。どうぞ皆様、ラジオ聴きの皆様、どうか、一度教会にいらしてみてください。神様の祝福が豊かに注がれ、またその御言葉の素晴らしさを知ることができると思います。はい、賛美を聞いてみましょう。はい、高橋つかえ先生のです。長い
私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 098-887-2621 シャローム聖霊教会。キリストの温かい愛を持ってあなたを心より歓迎します。人生にはいろいろな問題や悩みがあると思います。体や心の病気、夫婦間、親子関係、そういった問題と人間関係などさまざまなことがあります。教会では聖書を通して御言葉を語りながらお互い祈り解決していっております。どうか近くの教会に寄るなり、また我々の教会シャローム聖霊教会でもいつでも初心者の方等をお待ちしております。大歓迎です。いらしてください。待ってます。はい、お待ちしております。まあ、私たちの教会は、モノレール首里の義母駅の近くにありますね。まあ、そこで家族的な教会で本当にお互いの、ね、いろんな出来事をお話しして語り合いながら、本当にこの生かされている時に祝福をいっぱい受けたいと思っております。まあ、いろんな人生にはいろんなことがあるんですけど、私たちは互いに愛し合いながら、互いに励まし合いながら、生かされております。どうぞ皆さんも、いらしてください。主の御言葉ですね。イザヤの書に49章ですけど、8節の方、主はこう仰せられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、
国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせようと、このように旧約聖書イザヤ書1207ページの方ですけど、私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となると。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る、またある者は北から西から、またある者はシニムの地から来ると書かれております。この聖書はですね、本当に、旧約聖書は、イエス・キリストが神としてこの地上に来られるというのを予言して書かれた書、そしてイエス・キリストが誕生した時にこの旧約聖書は全て成就したと言われております。今からこれから起こることを聖書は書かれております。そして新約聖書はこれから起こることをね、いろんなことが書かれておりますので、皆さんこれからいろんな不思議なことが起こると書かれていますのが、また新約聖書のヨハネの黙示録にもありますので、私たちはイエス・キリストが再びこの地上に来られるということも信じております。また軽挙生きている時にですね、生きたまま天に上げられることも聖書には書かれています。その時がいつであるのか、それは神ご自身しかわからないと言われていますので、私たちはそれもまた信じて待ち望みつつ、そして自分の家族が救われるように、本当の神様を知るときに、神様ご自身が一人一人を愛して養ってくださるということも信じております。この旧約聖書のイザヤ書にですね、このようなことが書かれております。イザヤ書の49章ですが、15節に、1208ページですね、私の聖書では、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。名前をですね、神様の手に刻んだと言われています。いろんな、ね、出来事がこの世の中で、ね、起こったり、子供、自分の子供を虐待する親も出てきますけど、たとえ女が自分の胎の子を、血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうかと言ってるんですけど、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと、神様は私たちを忘れないと言ってます。また眠ることもなく、私たちをいつも守っててくださるお方であるということも本当に聖書に書かれていますので、私たちは本当に安心して、そして主に苦しい時は叫ぶんですね。主を助けてください、今こういう状態になっております、助けてください、憐れんでくださいと祈ることもあります。
皆様もどうぞこのコロナウイルスの時期にですね、いろんな苦しいことが起こっていること、苦しいところにおられる方、どうぞ本当の神様を見上げてください。神様はあなたを憐れんでくださり、救いたいと願っております。また祝福したいと望んでおります。そのために私たちはこの地上に生かされています。誕生しているんですね。母親が忘れても神様は忘れないとありますので、私たちは本当に主のもとに本当の神様、命を与えた本当の神様を知り、祝福されて、この地上の生活を送っていきたいと思っております。どうか皆様方も本当にどうか、早くその祝福を受け取ってください。神様の祝福は先ほど言いました、モーセに与えた10回ですね、10の戒めですね、その10の戒めをよく守ったならば神様は祝福をいっぱい与えるという約束ですので、皆さんも、その祝福を一緒に受けたいと思います。ヨハネの福音書の15章の16節にですね、新約聖書ですけど212ページ、このようにあります。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めですと言っています。イエス・キリストの戒めは、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよということですので、私たちは、互いに愛し合って、励まし合って慰め合って、生きています。ですから、どうぞ教会に、いらしてください。決して教会は、高い垣根で巡らしているところではありません。皆様がいらっしゃるのを待ち望んでおります。そのように神様ご自身も皆様方がね、全員祝福されることを願っておられるんですね。先ほども言いましたように、神様は祝福の神です。みんなが祝福されて本当に喜びに満たされた日々を過ごすことができるようにと望んでいるんですね。どうか、皆様方の本当に、祝福が満ち溢れるように、願っております。人生にはいろんな出来事があります。先ほど雅彦さんがも話してましたけど、いろんな夫婦間、恋愛、老後などいろんな子育てのことなどね、いろんなことで問題が起こると思います。問題のない人は、悩みのない人はいないんですね。ですから、そういう重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさいとイエス様は両手を広げて待っております。本当に自分なりにやってはみたけれども、何が正しくて何が間違っているのか、果たしてこのままでいいのか、答えを見出すのは本当に、たやすいことではありません。
しかし、はい、ただお一人あなたのすべてをご存知の方がいらっしゃいます、ね、髪の毛までもね、私がわかると、私たち自分の髪の毛が何本あるか知らないんですけどね、神様はあなたの髪の毛までもわかるとおっしゃってます。そのようにしていろんな問題が起こった時にね、はい、神様にそれを委ねなさいと、お任せしなさいと、はい、聖書のペテロの手紙の1章5節から7節にね、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、はい、神があなた方のことを心配してくださるからですと、はい、このように聖書には記されております、はい、どうぞ、もう時間になりましたので、また来週お目にかかりたいと思います。皆さん、お祈りしてください、はい、お祈りしますね、はい、愛する神様、今苦しんでいる方の上に神様の癒しがあり、どうぞ祝福がありますように、どうぞ神様の愛が分かることができますように、祝福の御手を早めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、はい、はい、来週までシャローン。シャローン、はい、シャローン。